不滅の連帯とは、大祖国戦争の世代の個人的な記憶と、この運動によって組織された、行列の名前を保存するための国際的な公民愛国運動。戦勝記念日の毎年の参加者は、軍隊と海軍の退役軍人、パルチザン、地下戦闘機、レジスタンス戦闘機、工部労働者、強制収容所の捕虜、封鎖、戦争の子供たちの親族の写真とともに、 都市の通りを縦断し、ナロドナヤで家族の物語と運動現場の記録を行う。近代的な形式での活動は、ジャーナリストのセルゲイ・ラペンコフ、セルゲイ・コロトフキン、イゴールド・ミトリエフによって2012年にトムスクで開始された。不滅の連隊への参加方法は、軍隊や前線に参加した元兵士、パルチザン、地下運動家、レジスタンス戦士、広報勤労活動者、 強制収容所囚人、レニングラード法医選参加者、戦争維持であった身内を追憶し追悼するため、個人が当該者の写真や、写真がない場合は名前を記したプラカードを持って、居住地都市で行われる、不滅の連帯行進に参加したり、また個別に、肖像、名前、写真を持って、永遠の日などの追憶のための記念碑を訪れることとなっているが、不滅の連帯への参加は、 順に自発的なものである。不滅の連帯は、非営利、非政治、非国営の市民によるイニシアティブです。信仰、民族、政治的その他の心情にかかわらず、あらゆる市民が連帯に参加することができ、人々を結びつけるものあるとする。そして、イメージの場ではあり得ず、どのような企業、政治その他シンボルであれ、不滅の連帯に関連するものの中で使うことは不可。 政治家、社会活動家、役人といかに敬われるべき人物であっても個人化されるものではありません。連帯とは何百万人の過ぎ去った人々とその子孫を指すのである。日本では不滅の連帯運動は2017年から行われています。2019年には東京、大阪、札幌で開催されました。ベラルーシ共和国ではベラルーシの記憶、 ウクライナでは誰も忘れられず忘れられないと呼ばれる同様の行動が行われている。現在は不滅連帯とともに名前と目的がロシアの不滅連帯に似た動きもあり、出来事の国会でヨーロギー的思考を強化しようとしている。不滅の連帯という名前が登場する前からソ連のいくつかの都市で同様の行動が組織されていた。 最古のマイナス1965年、ノボシビルスクの121番の生徒が退役軍人の写真で街の通りを歩いた。1981年、アート革命革命家の広場で黒子を着た母親の後進と死んだ息子の肖像はロストフ地方の達人で行われた。1985年のペルミ地方では兵士、女性、妻、娘たちが ソリカムスクの街路に沿って、親レラティブの肖像画を運んでいた。秒で1985年5月9日から、毎年リペツク地方の馬のオエルは、レーニンのメインストリートに沿って、退役軍人の写真を渡した。2011年、トムスクで、ジャーナリストのセルゲイ・ラペンコフ、セルゲイ・コロトフキン、イゴール・ドミトリエフは、戦勝記念日の路上行列に参加している。 退役軍人の数が減っていることに気づき、正義を取り戻すことを決める。それまでは記念碑に持ち込んだソビエト時代の伝統に頼っていた。2012年5月9日は近代的な形での運動の誕生日となる。その後、プロジェクトのイニシエーターの呼びかけで、都市住民の列がトムスクの通りを通り、親レラティブの写真付きのプラカードを持ち、大祖国戦争で戦いました。 不滅の連帯と呼ばれる集会には、戦争体役軍人の2000以上の肖像画を運ぶ6000人以上の人々が参加した。2013年5月9日、ロストフの不滅の連帯の行列地域及び、連邦のマスメディアでの報道は、アクションの作成者によって提案されたアイデアの人気が劇的に増加したという事実につながり、2012年5月以降、 トムスク周辺で様々な都市や国のコーディネーターのコミュニティが形成され始め、2012年12月、ロシアの15以上の都市の代表者によって行動を組織したいという要望が表明されていく。2013年2月までに4カ国の都市数は32増加。2013年、大祖国戦争での勝利の68周年を記念して集会は、 ロシアの120の都市と村で開催された。2014年、都市の数は500に増加し世界7カ国の500の都市でその都市が経過した不滅の連帯となる。2014年1月、トムスクの不滅連帯の主催者は、非営利組織から証明書を受け取って、公共運動マイポート不滅連帯を登録しました。様々な都市や地域での集会は、 マイポット不滅連隊のコーディネーターと非営利組織と正式な関係にない人々によって行われました。運動の責任者は不滅連隊の本部であり、2012年5月9日に市民イニシアチブの主催者とともに検証の規定を共有し、地域の連帯のコーディネーターになる準備を表明する組織と市民が含まれます。2015年以来、不滅の連帯のキャンペーンは、 ロシアの戦勝記念日のお祝いの最も重要な要素の一つとなっています。同時にイベントの国際化が大幅に拡大しています。2015年、不滅の連帯は17カ国の1150の集落で開催され、2016年には42カ国で開催されました。2015年5月9日、モスクワの不滅の連帯の行列で、 ロシアのウラジミール・プーチン大統領。プーチン大統領の左は、ソ連のバシリーラノボイの人民芸術家であり、不滅の連帯の長である、モスクワポット・ニコライ・ゼムツオフ。右は、RSFSR のイリーナク・プチェンコの人民芸術家です。リャザンの不滅の連帯。2016年5月9日、2016年5月9日、メイコップの不滅連帯先の不滅連帯。 2016年5月9日、カリーニングラードの不滅の連帯、2017年5月9日、サンクトペテルブルクの不滅連帯、2018年5月9日、不滅連帯の地域間歴史的及び愛国的社会運動の検証によると、運動の主な仕事は、各家族に第二次世界大戦の世代の個人的な記憶を保存することです。運動への参加は、 純粋に自発的であり、抗議者が親レラティブの記憶を尊重するために外出することを意味します軍と海軍の退役軍人、パルチザン、地下、抵抗戦闘機、ホームフロント労働者、強制収容所の囚人、封鎖、または戦争の子供。アクションの参加者は、他の場所に登録することなく、行列に参加したり、肖像画や写真付きのバナーを別の記念場所である。 エターナルフレームに持ち込むことができます。同時に、希望する人には、不死の連帯運動のウェブサイトにある、大祖国戦争の参加者の名前のリストに短い、電気で、親レラティブの名前を追加する機会が与えられます。2015年以来、不滅の連帯の行列の主催者の一人は、次の個人によって、共同設立された、全ロシアの公共運動、勝利ボランティア、 2019年5月、教職員組合同盟の議長、野党 A の支持者エ A バルクサンクトペテルブルクの開門門の副代表であるダニエル県は、学校の教師たちに不滅連帯の行動に参加しないように促しました。彼によると、当局者は行列に参加し、イベントに個人的に出席するためにキャンペーンをしている間、普通のロシア人の家族の記憶を個人的な利益の ために使用しようとしているから、自己 PR のために、または、権力と人々の統一の外観を作成するために。シム・ケントの不滅連帯、2015年5月9日、ドネツクの不滅の連帯、2015年5月9日、ドネツクの不滅連帯、2016年5月9日ソフィアの不滅連帯、2019年5月9日、 アクション、不滅の連帯は80以上の州と準州を対象としています。2019年5月、教職員組合同盟の議長、野党 A の支持者 A 馬力サンクトペテルブルクの開門門の副代表であるダニエル県は、学校の教師たちに不滅連帯の行動に参加しないように促した。彼によると、当局者は行列に参加し、イベントに、 個人的に出席するためにキャンペーンをしている間、普通のロシア人の家族の記憶を個人的な利益のためにから自己 PR または権力と人々の統一の外観を作成するために使用しようとしているという2018年の夏と秋の終わりに様々な左翼部隊が恥ずかしい連帯の更新を組織しロシアの都市の通りが更新に 著名な政治家の写真がフラッシュした。このプロモーションの一環としてリーフレットも掲示された。恥ずかしい連帯では A メドベージェフ、VB プーチン、V 渡タシ、マトビエンコなど参加者はすべての会議員を登録した。ありがとうございます。